大家好，我是健士。どうも、津田健次郎です。今回はですね、また作品の、今まで僕がやってきましたアニメ作品の話をちょっとね、したいと思いますけれども、今回取り上げる作品はこちら。じゃじゃん！テニスの王子様でございます。まあ、これはどういう、もうご存知の方もね、いらっしゃるかと思いますけれども、ご存知ない方にですね、ご紹介しますとですね、まあ、テニスのね、名門中学校に入学した主人公の越前龍馬がですね、テニス部に入部します。青春学園のですね、テニス部に入部して、そして、校内ランキング戦、まあ、レギュラーの座を勝ち取るためにね、学校内でも戦うんですけれども、その後にですね、全国大会優勝を目指して頑張ってテニスをしていくというですね、というストーリーでございます。ちょうどこれは、日本でイケメンがずらっと並ぶ作品みたいなものがそれまでなかったんですよね。でもこれがそういう意味ではエポックメイキングな、もうとにかく出てくるのがイケメンしかいないみたいな、でそういうイケメンたちがたくさん出てきて、試合してとか、やれ喧嘩したり仲良くなったりとかっていうのが繰り広げられた、あのイケメンブームの最先端にいた作品なのではないかと僕は勝手に思っております。同時多発的にですね、例えばその仮面ライダーだったりとか、そういうようなところでもイケメンブームが生まれてくるんですけれども、漫画アニメーションの中ではテニスの王子様、通称テニプリがですね、イケメンブームの最先端にいたのではないかと思っております。まあ日本でも大ヒットしましたね。そして何よりもですね、このテニプリはですね、今でもまだコンテンツとして続いているっていうのがすごい。20年選手ですから、それはもう本当すごいですよね。そこにずっとこう、20年続く作品に携わらせていただいているっていうのは本当ありがたいなと思います。あと、テニプリの面白さは、初めの頃は、実際にテニスの、実際のリアルなテニスの世界にある技とかっていうのが割と使われてたんですよね。ただある時期からもうとんでもない技のオンパレードで、ボールが消えちゃったりとか、人が分身しちゃったりとか、一歩も動かないのにボールが吸い寄せられるとかそういうような、しまいには恐竜が出てくるとか、そういうようなことが起きたりとかしてですね、それも一つのテニスの王子様の面白さの一つなんではないかなと思いますね。あとはキャラクターと決め台詞、この辺がまたテニプリの推しですかね。それがなんかテニプリの良さだったりします。まあそんなテニプリの中でですね、僕がやらせていただいているのがこちら、じゃじゃん、乾貞治でございます。メガネの、四角いメガネ、メガネキャラが何人かいるんですけども、四角いメガネ、髪の毛ツンツンのですね、背の高い乾貞治くんでございます。中学3年生です。津田健次郎、中学3年生を20年間やらせていただいております。初期、本当に初期の初期、乾はですね、いわゆる声楽ジャージではないジャージを着てた時期があったりとかしてね、レギュラーから外れちゃうんですよね。でもそれでまたレギュラーに復活してみたいな感じで、とても濃いキャラなんです。なんていうんですか、メガネがね、メガネのせいでどういう目をしているのか実は分かってなくて、透けてないんですよ、メガネが。どういうメガネなんだっていうのはちょっと自分の中でも考えたことはあるんですけれども、サングラスじゃんそれみたいなね、なんだったらこう銀色の反射するサングラスじゃん、中学3年生なのに感じなんですけど、常にメガネが反射してるんでしょうね、光をね。なのでメガネの奥が見えない、そんな状態なんですけれども、一回だけね目が見えたことがあるんですよ。目が見えた瞬間に、まあ少年ジャンプ、日本で週刊少年ジャンプで連載されてたんですけども、今でもよく覚えてます。ジャンプのね、その週に発売されたジャンプで乾の目が見えた。イケメンなんです、すごく。その時のもうテニプリファンの盛り上がり方ったらなかったですよ。乾イケメンじゃーんみたいな、ギャーでしたね。それはそれはすごかったです。
もう本当にな、だろって僕は思いました。僕はちゃんとイケメンと思ってやってましたよと、ただの変なやつじゃありませんよっていうね、そんな感じのキャラクターですけれども、まあ特技はですね、データテニスというですね、データを使ったテニスをするというのが特徴的ですかね。しかもそのデータがね、それがもうめちゃくちゃ細かいんですよ。本当に全ての選手のデータが頭に入ってて、しかもめちゃめちゃ細かい、ボール3個分届かないみたいなね、セリフがあったりとかね、先読みしてたりね、相手の動きをね、データを元に相手の動きを先読みするとかね、入射角と反射角でですね、どこにボールが飛んでくるかわかるとかね、それはそれはすごい男なんですよ。あと、まあ、もう一つの側面として、オリジナルの栄養ドリンク、通称イヌイ汁シリーズをですね、自分で勝手に、研究して開発していると。しかもそれを人に飲ませて、激マズだぜっていうね。はい。まあ、倒れたりするんですけれども、飲んで倒れちゃうぐらいやばい、汁をですね、ずっと開発し続けているというね、そんなような、面白いキャラクターでございますよ。まあ、まだね、テニスの王子様続いてますのでね、これからも、見る機会はね、ありますから、もしまだ見たことがないっていう方はですね、もし見られる機会があれば、ぜひ、見ていただけたらなと思います。ということで、乾貞治のセリフで締めていきたいと思います。データは嘘をつかないよ。じゃあ、次、再見。